スタンダードプードルの赤ちゃんたちです。シルバーがクリスティーヌの、スタンダードプードルのクリスティーヌの赤ちゃんで4月3日生まれ。こちらのブラウンとブラックの子はスタンダードプードルのシュザンヌの赤ちゃんで4月10日生まれ。クリスティーヌのシルバーの子は今日が生後67日目。シュザンヌの赤ちゃんの2頭は今日が生後ちょうど60日目です。今日は6月8日です。お庭でいつも遊んでいるんですけど、今日はちょっと映ってみました。